てと。それじゃあ始めようかな。本日のテーマはローディングのアニメーションについてです。大きめのテクスチャーや音声ファイルの読み込み、シーンの切り替えで多数のオブジェクトを読み込む必要があるときなど、待ち時間が発生するような場合はその時間を有効活用したいです。ロード時間でユーザーを退屈させないためにミニゲームを用意したり、豆知識を表示することがありますね。今回はシェーダーグラフやループインを使用してローディングのアニメーションを作成してみます。まずはシェーダーグラフでアニメーションを作成します。右クリックのメニューから新規でシェーダーグラフを作成して、オープンシェーダーエディターで編集画面を開きます。今回のサンプルでは四角形のアニメーションを作成してみます。四角形を配置する部分については左のような感じでノードを接続しました。レクタングルノードの数値を変更することで四角形のサイズを調整できますね。サンプルテクスチャーノードについてはこれまでの配信と同様にテクスチャープロパティを作成して接続しています。今回のサンプルでは四角形の透明度を順番に変化させるアニメーションを作成します。ということで次は透明度を変化させるエリアを設定します。ステップノードを使用して 0.75 以上の値を1にすることで透明度を変化させるエリアを設定しています。今回のアニメーションでは使用しないのですが、タイムノードを接続すると左のような動きを作成することもできます。とりあえずは4分割することができたので、続いては点滅させる部分のノードを接続します。タイムノードを接続して点滅のアニメーションを作成しました。加算のノードで点滅のタイミングをずらしています。フロートプロパティを作成して点滅の速度を調整できるようにしました。速度を2倍にすると左のような感じで動作します。これで点滅させる部分を作成することができたので、続いては四角形にアニメーションを適用します。クランプノードを使用して先ほど編集したノードの出力の最小値を 0.25、 最大値を1に設定しました。最初に作成した四角形と点滅のアニメーションを乗算のノードに接続します。四角形の色を変更したい場合は左のような感じでカラーノードを接続することで設定できますね。これでローディングのアニメーションが完成したので、最終的な結果をフラグメントに渡します。シェーダーグラフの編集が完了したら、
セーブアセットで保存します。シェーダーグラフが適用されたマテリアルを UI に設定して、ゲーム画面に表示するとこうなります。ロード画面で使えそうな感じのアニメーションですね。シェーダーグラフのアニメーションは完成したので、続いてはドゥートゥインを使用してローディングのアニメーションを作成してみます。今回のサンプルでは少し前の配信で使用したフィルメソッドの機能でアニメーションを作成してみます。ということで、まずはゲーム画面に画像を配置します。使用するのはシンプルな輪っかの画像ですね。フィルメソッドについては左のような感じで設定しました。時計回りに画像を表示する感じですね。今回はローディングのアニメーションを作成するので、クロックワイズとフィルアマウントをスクリプトで操作します。実装のイメージとしてはこんな感じ。今回のサンプルでは画像を回転させる動きとフィルメソッドで時計回りに表示する要素を組み合わせてローディングアニメーションを作成します。フィルメソッドで時計回りに表示する部分の処理ですね。今回のサンプルでは画像を9割表示したタイミングで設定を半時計回りに変更しています。9割で止めなくてもいいというような場合は角度を調整する処理が不要になりますね。アニメーションはループするようにしています。画像を回転させる部分の処理ですね。 Z 軸回転のクオータニオンを生成して画像を回転させます。アニメーションの再生や停止についてはシーケンスのプレイやポーズなどの操作で設定できますね。とりあえずはローディングのアニメーションを作成することができたので、エディター上で動作を確認してみます。ローディングアニメーションが再生されました。待ち時間が発生するような場面で使いたいですね。ということで、本日はシェーダーグラフやフィルメソッドを使用してローディングアニメーションを作成してみました。ご視聴ありがとうございました。